では生涯のうちに作品を発表されたのが5000曲以上だそうです。その船村先生と寝食を共にし内弟子となったのが12年半、そして夢を叶えデビューを飾って8年目を迎えられました。足跡をたどりながら秋田県出身です。お迎えします、村木檀さん。まずはオリジナル三座子連歌です。寒すぎる朗らしの夜更けにはお前の置き手紙涙文字を思い出す白い便箋三座子の花びらが泣いていた。三座子の花の咲く季節には どうもありがとうございます。日本コロンビア村木檀と言います。よろしくお願いします。暑な。わ、本当今日小山祭りですか。天気に恵まれまして良かったなと思います。なんか昨日だか一昨日ぐらいまで、雨がすごかったという話だったんですが、まあ今日はさっき天気予報ですかね。昨日かな。天気予報見たときに曇りみたいなマーク出てたんですけど、曇りどころかね、こんなにピーカーになっちゃってね、まあ今日は本当に3000人を超えるお客様が、お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。どうもどうも。まあ前の方結構空いてるんですけどもね、50円ぐらい払ってくれれば前の方座れるってさっき聞いたんでね、まあそんな日陰の方がいいかな、ね、さっきリハーサルやってる時もね、手振ってくれたおばちゃん方いたけどもね、まあ、熱中症に気をつけて水飲みながら聞いていただきたいなと思います。さっき司会の方からちょっとご説明ありましたけれども、船村徹という作曲家の先生のところで、12年半僕お世話になりまして、2016年にデビューしました。まあ、今年7年目ということですけども、まあ、皆さんご存知のようにちょっと、厄介なものが流行りましてね、2、3年ぐらいはちょっと、まあ、あまり歌えなかったという期間がありましたけども、まあ、またこうして、お客様の前でね、歌わせていただけるということで、非常に嬉しく思います。まあ、今日はさっきもですね、実行委員の方からもお話ありました。まあ、こういうやつを吹き飛ばすというかね、吹っ飛ばすというか、そういう分を晴らすという意味でいい歌をお届けしたいと思います。どうぞ最後まで、よろしくお願いいたします。ちょっと脱いでいいですかね。聞こえた。
なんかテレビで見たよってあれテレビに出てるのは僕 あの弟の方ですよね。僕双子なんですよ。冗談ですよ。さあ、やっぱ涼しいなこっちの方がな。さっきちょっと新沼先輩とも喋ってたんですけどね、こういう時はちょっとジーパンとか T シャツの方が良かったかななんて話してましてね。僕普段結構キャンペーンなんかでは、そういうラフな格好でやったりするんですけども、今日はいいお客様がいるということでね、新沼先輩とさっき話してましてね、僕にとっては初めてのジャンルの、酒場演歌っていうんですかね、赤ちょうちんがある居酒屋で、一人カウンターの席で飲んでると。で、ふるさととか自分の友達を思いながら思い出しながら飲むという、そういった感じのストーリーになってます。ホロロン演歌という歌聴いてください。オリジナル2曲でした。